あるのもそういうね、精進したものでございますよ。いやいや、はい、ゆっくりどうかけたかでも今のね、なせばなる、なさればならぬ何事も、ならぬはならぬはなさぬはなりけりと、はい、これでございます。ナンバー5、はい、ジュリさんの最も好きな歌。難しいね。やっぱり一番たくさん売れた歌でございまして、はい、今のところは勝手に仕上がれですな。勝手に仕上がるね、うん、はい。ナンバー6、はい、歌手にならなかったら何になりたいと思ってましたか。プロ野球選手になるのは夢でしたが、はい、もう即諦めました。はい、ジュリさん入るんだったら阪神タイガースだったのか。いや、入るんやったらやっぱりジャイアンツでしたね。ジャイアンツね、うん、はい、言いたいこと言ってますが、さて、ナンバー7です。はい、空手はどのぐらいできますか。いや、ほんのお触り程度。やっぱりたった1年間しかやってないから1年間やると怖いのよね。はい、ナンバー8ですよはいはい、今までの衣装の中で最も気に入ったものはどれですか。そうね、あの肉切れない毒でなしの、うんうん、あの T シャツにサスペンダーにっていうの好きだし、はい、それから侍の時のあの空獅子ボタンあれも好きでしたね。はい、それからは船方さん、船方さんよ、なんて言ってごまかしましたが、はい、続いてナンバー9です、はい、今どこへ行きたいですか。そうね、もっぺんギリシャ行きたいね。映画界、映画界ね。それからあの司会っていうの行きたいね。司会って私司会時々やってます。あの死の海って書いて司会。あ、司会。うん。どこですか。どこか知らないんだけど、あっちの方でしょ。ユーロッパの方とか。ソ連の方とか。おお。あの。なるほどね。東ヨーロッパ。あ、東ヨーロッパの方の、あっちの方ね。だと思うんですが。よくわかります。司会ですか。司会。あっちの方ね、どっちかっていうと。だ、トルコの。トルコの。トルコの方ね。あらまー。行くとこがありましたね。あらま。トルコの方だ。あの塩分がね、うん、すごく多いんだって。ああ、時々あのね、アラジオでこんなことやられますけれども。ああ、そうですか。いや、いいじゃないですか、でも、男の方のね、司会、行きたいですね。いっぺんね、浮いてみたいんですよ。あの、泳げない人も浮いちゃうの。あ、潮がそこくて。そう。浮いちゃうの？うん。楽ですね。はい。スイス。海の方が泳ぎらしいでしょ、プールより。ああ、それ以上にもっと。そう。じゃあ鮭なんかそこに入れると塩鮭になっちゃうっていうようなところだね。もちろんねそうですか、はいナンバー10、はい、さあいよいよですよ。どうしてジュリーというニックネームがついたんですか。詳しく教えて。これ実は基本的なあの、ね、でも問題ですけれども、あの割と語呂が良かったし、うん、その頃はあの珍しい名前だったね。沢田健二っていうのとジュリーっていうのかな。別に健二から取ったわけでもないしね、うん、そうなんですね。だからジュリー・アンドリースがその頃好きだったの、あの風貌がね。ああ、男っぽいもんね、割とジュリー・アンドリュースってのはね。いや、可愛いよ。こうなんかこう、ほら、髪の毛の人並みでさ。うんうん。人並みで。うんうんうん。別にそう美人っつんじゃないしね。うん、うん。ブスでもないし、もちろんね。うん、ああ、ジュリー・アンドリュースはね。そのジュリーが、まあ、拝借して。はい。勝手につけたね。なるほどね。はい。ということで、以上、1問目から10問目まで全て答えていただきました、埼玉県の由美子さんのご質問にお答えしたわけでございます。どんどんとそんな質問でも何でも結構ですよ。沢田健二のルート53次宛てに、以上、お便り。来週もよろしゅうに。二人だけで暮らす。
Oh,